はい、皆さんこんにちは。実況者の青と申します。本日のスマホアプリブルーアーカイブの実況を始めていきたいと思います。今回の動画は1月24日に実装された新限定キャラアコドレスバージョン誠の性能評価及び引くべきかどうかについて話していきたいと思います。新しいフェスゲンであるヒナドレスバージョンが控えている今、果たして本当に引くべきかどうか参考にしてもらえたら幸いです。それでは始めていきましょう。どうでしょう、私頑張りましたよ。ということで、まずはアコドレスバージョンの性能について紹介していきます。役割はストライカー、クラスはサポーター、ポジションはミドル、砲撃タイプは爆発、防御タイプは特殊装甲です。 EX スキルは円形範囲内の味方の会心値と会心ダメージ率を一定時間増加し、さらに味方1人当たり自身の警護成功を1個追加するものになっています。平たく言うと味方と自身の攻撃性能を高める補助スキルです。通常バージョンと同じく会心バッファーとなっていますが、通常バージョンが味方1人を対象としてたのに対し、ドレスバージョンは円形範囲内の方全員と効果対象が広くなっています。その反面、効果量は通常バージョンに比べ抑えられており、通常バージョンとはいい意味で差別化されています。コストが重いことは気になりますが、会心値と会心ダメージ率両方上げられるバッファーは通常バージョンの例からも分かるように希少かつ有能であるため、総じて優秀な補助スキルになっていると感じました。警護成功についてはサブスキルと合わせて後で説明していきます。ノーマルスキルは一定時間ごとに敵1人の防御力を減少し、さらに攻撃力分のダメージを与えるものになっています。ダメージは防御デバフのおまけかと思いきや、警護成功の数により倍率が上がっていき、最大 1200% 超えの超火力となります。戦闘が長引く総力戦とは特に相性がいいです。パッシブスキルはヒットポイントを増加するものになっています。ハズレスキルと思いきや耐久性能をカバーできるため、神耐久であるストライカーのサポーターには嬉しいスキルです。高難易度になればなるほど重要になってきますが、そこに至るまでは正直不要なスキルのため、レベル上げに関しては後回しで問題ないです。サブスキルは稽古成功1個ごとに攻撃力を増加するものになっています。EX スキルで獲得した警護成功の数により攻撃力が増加していきます。最大まで重複した際の攻撃力はサポーターとは思えないほど高くなるため、できるだけ最高のパフォーマンスを発揮できるようにスキルを回していくことが大切です。総評となりますが、一言で言うなら高規模できるサポーターといった感じです。通常バージョンに比べバフの効果量が低いことや、通常バージョンに合った回復がないため、通常バージョンと同じ感覚で使おうとすると使いづらいと感じるかもしれません。通常バージョンよりも効果対象が広いことを有効に活用できるよう、アタッカーを複数編成し、被弾が辛いようなら回復薬も入れるなど、編成内容をドレスバージョンに合わせていくことが大切です。警護成功の数によって自身の火力を大きく上げられるため、スキル回しも意識して使っていくようにしましょう。以上のことから、任務は丸、高難易度は丸から二重丸、総力戦は丸から二重丸、対抗戦は三角としました。先生のお手並み拝見といこうじゃないか。続きまして、誠の性能について紹介していきます。役割はスペシャル、クラスはアタッカー、ポジションはバック、攻撃タイプは貫通、防御タイプは特殊装甲です。 EX スキルは円形範囲内の敵に対し攻撃力分のダメージを与えるものになっています。何の変哲もない範囲攻撃スキルと思いきや、効果対象の数により攻撃倍率が変わる一風変わった攻撃スキルになっています。
後期タイプが貫通であることや効果対象の数によって後期倍率が変わる性質から総力戦結露に特化した後期スキルになっていると感じました。その反面、敵の数が少ない場面では最大パフォーマンスを発揮できず、加えてコストが重いことが響き、有効に活用できる場面が限定的です。ノーマルスキルは一定時間ごとに円形範囲内の敵の防御力を一定時間減少するものになっています。範囲デバフとなっており、 EX スキルとの相性に優れます。複数の敵が密集しているような状況で進化を発揮するスキルであるため、そういった意味ではノーマルスキルも総力戦結露向きのスキルになっていると感じました。パッシブスキルは攻撃力を増加するものになっています。アタッカーのため攻撃力増加は嬉しいのですが、それ以上にこのスキルが優秀なことから、まずはこのスキルからレベルを上げていくようにしましょう。サブスキルは味方の貫通特攻を加算するものになっています。編成するだけで味方全員の貫通特攻が加算される優秀なスキルです。このバフとの併用も可能なため、 EX スキルに次いでスキル上げの優先度が高いスキルとなっています。総評となりますが、 EX スキルの性能解説でも触れましたが、一言で言うとケスの専用キャラといった感じです。コストが軽ければ普段使いもできる万能キャラだったんですが、さすがにコストが6もあると使いづらいと感じます。サブスキルの貫通特攻はめちゃくちゃ優秀なんですが、これだけのために運用するのもなんだかなと思うため、運用していくには愛が必要なキャラだと思いました。以上のことから、任務は丸から三角、コーナー間は丸から三角、総力戦は丸、対抗戦は三角としました。では性能や現在の環境も踏まえて引くべきかどうか話していきたいと思います。結論から先に申し上げますと、ヒナドレスバージョンの天井分の石を残せるのであれば、アコドレスバージョンだけは引いておくべきと思いました。サポーターとして性能が優秀なことはもちろん、限定キャラで引けるチャンスが少ないこともあり、ここで確保しておくべきと判断しました。また今までもそうでしたが、サポーターに関してはたとえ月の優秀なサポーターが実装されたとしても、併用して使っていくだけで使われなくなるといったことは少ないです。そういった意味でもサポーターは確保しておく価値が高いと思いました。はい、アコドレスバージョンおよび誠の性能評価と引くべきかどうかについては以上となります。皆さんの方でもご意見やご感想があればコメントしてもらえたら嬉しいです。それでは以上となります。ブルーアーカイブのためになる情報をまとめて動画として投稿していますので、少しでもこの動画をいいと思っていただけたら、高評価チャンネル登録の方もお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。